今回は風間玄馬とかいう変態なのにイケメン枠に対する読者の反応を紹介します。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではどうぞ。長者党のイケメン枠なのにめちゃくちゃ変態だし顔はうんこに濡れるしで残念なイケメン。なおクソに濡れても女一人落とすのはわけない模様。これから天狗のようになっていくのだろうか。きしょい。改めて見ると部下にしたくねえなこいつ。パラメーター的にも。能力もレアリティも低すぎるけど今川軍の撹乱と仮説は腕方位脱出させたりめっちゃ活躍してる。よく見たら露出まで草、夏ちゃんこの男はダメだ。でももう惚れちゃったから、なお現場からの脈は全くない模様。趣味が最低で草。現場の仕事はきっちりやり遂げてるところめちゃくちゃ好きだよ。仮面の方がかっこいいと思ってるあたりイケメンの自覚ゼロか。単行本のおまけでもイケメンっぽい素顔出てたな。依存はしてないけど若個人を友人と認めて確固たる芯を持って一派にいるんだよな。忠義は低いけど忠義で繋がってないからフラーもしない。忠誠はないけど友人としての情は深いのかも。現代人に比較的近い感性持ってるやつだと思う。時々老頭のツッコミ役になったり高氏のフラーにも読者目線の感想を述べてたし。マジでなんでこいつフラーしなかったん。忠義とかはないけど友達とかそういう感じで若のこと好きなんかな。若の方が面白そうだったからかも。いやでも結構俗っぽいのにマジでなんでなんだろ。武士の価値観で行動してないからとか高氏のフラーが菊属性って決まってたよね。従順忠義勇敢文化同盟属性の忠誠度アップだね。ちなみに森吉親王は西国武士総兵ならずもの属性に特攻だから楠木戸の西国武士にも効果あり、現場がフラーするとしたら親王側かな。あれ菊の欲があるけど他人に依存するタイプに一番効果あるように見える。現場は若たちのことは好きになってるけど依存はしてない感じだからな。いざとなったら一人でも生きていけるやつ。忠義低すぎても逆に効かないとかもありそう。現場が高氏好きになるかと言われたらならないと思う。忠義は高すぎるか低すぎる時に力を発揮するみたいだし意味はありそうだよな。能力値は軒並み低いけど南北朝適性が忠義以外かなり高いっていうつくづく面白いステータス。確かに若君には忠義ではなく理でこそ従ってると言われればしっくりくるかも。天狗の扱い見てると足利だと報酬なんてもらえなさそうだ。忠義が高いか低いと何か起こるは魅力攻撃が通らない説か。あれが効くのは前に力を浴びているか心に飢えがあるもの。吹雪は前者、もしくは両方の条件に当てはまってたので聞いた。暗殺未遂の時にあれ浴びてるのは吹雪だけじゃなく雫除いた一味全員だから、吹雪は若と天下を取りたかったんであって若といるだけじゃ満たされてなかったってことよね。逆に現場は口でいろいろ言いながらも家庭的に満足してる。その結果、ぼーっとした人形になってるの皮肉すぎる。そうなのか？描写的に力を浴びたのは吹雪だけだと思ってた。がっつり聞いてる描写ではあっても吹雪だけが受けたわけじゃないんだあれ。一番食らったのは実は若、次が駆けつけた吹雪と小次郎。若が吹雪を満足させられる重になれるかどうかが死冬ごと吹雪を打つか、死冬だけ打って吹雪を取り戻すかの違いになりそう。理論的な面では足利の天狗の処遇が気に食わなかったのもあるだろうな。長者党にわざわざ誘うくらいだし。若が全裸変態地獄って言われているの。もしかしてこいつが若の姿で潜入して露出しているんじゃ。現場はいい意味で冷めているという方の奴らほど時効に入れ込んでおらず少し距離を置いた視点を持ってるからこそ見えるものがありそう。やだよ若とダブル露出する現場なんて。二人で発情しながら全裸で逃げ回るんだ。若とは来世まで使えてでも報酬もらうまで付きまとう関係だからな。あと250年くらいは若の一族に付きまとうからな。伊勢、関係ないんですけど。うじつな、伊勢ってよそ者感バリバリあるよな。久保と上杉叩き出して関東を治めるのに都合のいい名前は、うじつな、よし、今日から我々は北条だ。統治のためなら伊勢の名謎いらぬは戦国でもやってたからな。能力が低い分、後々の伸びがどのくらいか楽しみになるタイプだよね。変態方向にも伸びるかもだけど。なお素性がイケメンであることは確か。全裸すごろくで焦点仕掛けるイケメンとは一体。反骨心あったが着実に実績積み重ねてるな。簡単に裏切った吹雪とバカよ。吹雪の正体に感づいたり意外とクレバーだよね。南朝に着いた時点で北条復権は絶望的だし実は当初の約束だった出世払いはほぼほぼになってるんだよね。ゴーンと方向の時代にそれでも棒と一緒だといろいろ面白いし自由にやれるってついてきてるのはすでに忠義とか超えてる感じ。現場は親子仲良かったし、人格形成において真というか自己肯定感が育ってるので洗脳が効きづらいと書くと嫌な感じにリアル。
小次郎も複雑な家庭環境なのに若いの忠義っつうかメンタル強いな。複雑ではあるけど本物の小次郎は小次郎に感謝してたし、望月のおじもあとは若の老頭として名を立てろって送り出してくれたしな。吹雪の周りには吹雪を見てくれる人が誰も。事前に美馬の心力を浴びて行き過ぎてたから説、ほぼ行きかけました。そうか、もともと露出狂だったか。よく仮面無事だったよなこれ、確かパンツも脱がされてたろ。エボシがパンツよりも大事な時代だし仮面の方を優先したんじゃないのかな。精神が壊されたらフラーすることもないな。得意分野以外は期待しちゃダメなやつだ。でもその得意分野は誰も真似できないから。忍びの元祖は聖徳太子の時代の書物に書かれてあると。世界忍者戦時代屋で見たが、なぜにかような変態が原始の忍びを名乗っておる。声優誰になるんだこの変態。割と現場は某若のためにうんこ研究したり嫌がらせ研究したりして一緒に過ごしてる時点で満ち足りてそうなんだよな。ガキの頃はいいけど大人になると疎遠になるタイプだな。なぜ？お前の親友が大人になっても芋虫とかカエルとかカマキリとか身につけてたらどうよ。クスノキ殿もうんこ使っていたからセーフ。すでに現物があったとはいえクソから小石発見は錬金術でいうところの尿からリン発見並みの快挙なのでは？てかそっちもやりそうだな。長者党の男連中も全員女性に脈ありになったからとりあえず後継者面は安心やな。忠義がないように見えて実はしっかりついてきてくれるってとこがミソだと思う。いわゆる疑惑系というか。ワイトやレジスタンスみたいに特定のカードが揃えば強力になる隠しレアやぞ。現場実は能力の中で知力だけ飛び抜けてるからな。全体的に能力が低いから目立たないけど低いのは子供なのと経験不足もあるだろうから今後期待が持てる。後年北条を名乗った無関係な連中が北条を名乗る代価に忍びのから取り立てを受けるってなったらそれはそれでドラマチックね。現場の時に風魔にチェンジするのか来世でなるのか、名前の時点で約束された将来来世枠だから本誌での活躍に期待している。あれ、風間氏って風魔の祖先ってわけじゃないよね。それはまだはっきりしていないところで皆が楽しみにしている部分。風間小太郎という人物が後北条氏の関東進出以前にいたから、代々風間小太郎を名乗っていたのが風魔小太郎になった説はある。仮にこいつの子孫が風魔として戦国時代の北条に仕えているとしたら胸厚北条といっても厳密には若の子孫ではないけど。まあそういうことなんだろうな、という名前だよね。つい最近はフラグの立ったヒロインもいるし、つまり夏ちゃんと将来の子孫をこれから。後北条は母方から若の血を引いている説が結構強い。北条氏康のママが若の子孫である横石だから。火薬になったり BC 兵器になったりうんこは偉大だな。地元の長老カルキツネがピックアップされて嬉しいようなこんなキャラで残念なような。これで以上となります。次回の動画を楽しみにしていてください。